ちです。今日は私が最近購入したものを発表しようと思います。多分意外なものです。どうぞご覧ください。買ったものはこちらです。なにわ男子のファーストアリーナツアー2021なにわ男子しか勝たんです。実はなにわ男子のオタクであり、オタクほどではないんですけれどもファンであり、一応このようにファンクラブにも入っています。これはちょっとですね、うつ病にとってはちょっとこれが癒しになって、すごい自分にとってはありがたい存在だなと思っています。まだ DVD の方開封していなくて、というかDVD を再生する機会を持っていないので、明日から始まる Amazon セールでしたかね、それをちょっと狙って買おうかと思っています。それを楽しみに待ってみたいと思います。今回はこの情報だけです。では失礼、ゆうチャンネルでした。